こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は私、秋葉原にやってきておりまして、せっかく秋葉原に来たなら、前々から気になっていました、めちゃくちゃなデカ盛りメニューにチャレンジしてみようのコーナーなんですけれども、本日はこちら、ヨドバシ秋葉、めちゃめちゃでかい建物、こちらにやってきておりまして、この中の飲食店、上の方のありますね、レストラン&カフェエリア、ここにとんでもないデカ盛りメニューを出すお店があるんですって。さあ、グルメエリアにやってまいりまして、回転寿司、マグロビタさんとかカツショウさんもある、牛カツ超美味しいお店、とんかつ和光さんもあった、ワンツージーさんもある、待って待って、エビチリ天津飯、めちゃうまそうなメニュー、あらららららあら、デカ餃子出た、待て、あらららら、らトン的なお店もあるじゃん、待て、見逃せないメニュー、お店のオンパレードで、スパジローさんなんかもあって、ずらっと豪華な、あ、お肉系も、お肉系もあるぞ、待て待て、すごい、中華のランチ980円、めっちゃうまそう、わんぱくだな、お肉&お肉の感じとか、あ、こぼれてる、溢れてる、溢れる感情、涙の調べ渡るのかあるんですけども、あれ、あ、牛タン屋さん、ちょっと広すぎてお目当ての店なかなか見つかんないくらい、どこだどこだ、こっちはイタリアンの感じか、もうこれ迷ってます、どこ、あれあれない、どこだ、お目当てのお店の名前が辰巳屋さんなんですけれど、あ、辰巳屋さん、ここだ、ありました、こちらですね、辰巳屋さん、のれんもある、さあ、こちらが辰巳屋さんでございまして、浅草辰巳屋と書かれておりますね、あ、おいしそうな、すき焼きとかしゃぶしゃぶとか肉盛り牛バラすき焼き定食とか唐揚げの感じ、あ、アジフライとかうな丼、天丼もわんぱくよ、贅沢よ、そして生姜焼きおいしそう、そして天ぷら定食とか豚角煮定食も絶対おいしそうじゃん、で、こっちを見ていきますと、一品料理なんかもあって、このしゃぶしゃぶのね、メニューのサンプルなんかが、サンプル美味しそうだなってなるくらいなんですけども、なんじゃこりゃ、満天チキンカツカリー、そのめっちゃでかい満天チキンカツカレーの戦闘力を、調べるしかないよねのコーナーでございます。店内はやはり和の空間でございまして、楽しく飲食できるといったスペースの感じ、ムンムンしております。いや、ちょっと待って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 、とんでもないの出てきて、超重たい、マウンテンチキンカツカリーなんですけれども、調理されてるところのね、カツの量が半端じゃなくて、それが全部今ここにね乗ってる状態で、カレーが惜しげもなくかかってるので、あのね、そのカツがどこがカツでどこがカレーなのってことにあんま見えづらいかもしれないですけど、そう、バル今ちょっとこの参道がここに見えますよね。ってことはこれが1個のゴロゴロのやつかと思われまして、これどこまで座ります、この角度で見たらすごいって分かってもらえますかね、めちゃめちゃでかいんだけど、ちなみにスイカのサイズがこんなに小さく見えるくらいのデカ盛り感あります。そしてお味噌汁、お味噌汁の感じも基本和食のお店っていう感じがしていいよね。いただきます。わかめとお揚げさんの感じですね。
ぞ。スイッチ入ったぞ。さあこのカレーめちゃめちゃ手が込んだカレー感ありますよね。ただもののカレーじゃないぞ感、このカレーソースに関しても。あで、あ一個一個食べやすいサイズになってるかもしれない。とはいえスプーン一杯からはみ出しちゃうくらいの数というか、スピンって何、スピンしてるわけじゃないんですけども、うまい。デカ盛りなだけで押してるやつじゃなくて、めちゃめちゃクオリティ高い野菜由来のこのドロッとした感じかな。これルーが使われてるとかいう感じじゃなく、もうめちゃめちゃお野菜が煮込まれて作られたであろう超濃縮うまドロッとカレーでございまして、スパイシー、爽やかスパイシーのサワスパ状態でございまして、これご飯の量で普通はさ山作って、その上からあのチキンカツとかで蓋するっていうイメージかもしれませんけども、普通ならね、これねチキンカツの量がご飯を超えてるというなかなかセンセーショナルなニュースをお伝えします。もちろんご飯の量も多いんですけども、おそらくその 1.5 倍くらいがカツですね。ほら今カツを取った下にもカツがあるくらいのカツ三昧ですから、食べていきましょう。いやうまい。チキンも柔らかほぐれる系のカレーソースと混ざってうまくなっちゃうチキンでございます。あれこれ寿司じゃない？あ待って、これ寿司だ。まさかカレー中に寿司が出てきた。寿司を食う。あの奥の方から持ってきたカツとご飯めちゃくちゃ熱持ってた。正直びっくりしたというかね、あのカレーがそもそもやっぱりねスパイス感ありありで辛口でもあるので、暑さに対してね敏感になっちゃってるハイジがいたのね。めっちゃ美味しいな。で僕もしかしてさっきドロッとっていう表現したかもしれませんけれども、それだけで収まらないというか、なんか本当に細かく刻まれたお野菜がたくさん詰まったこのスムーズ感っていうんですかね、そういう食感が感じられて爽やかだったりもするんですよ。もちろん濃厚かつ爽やかなイメージで、本当に変な言い方かもしれませんけれども食欲がはかどるというか、でさ山マウンテンって普通さ登れば登るほど空気が薄くなるじゃん。でもこれはこのスパイス感でどんどん体がカッカしてきてテンション上がって、食べれば食べるほど空気が濃くなるでしょう。ちなみにねこの辰巳屋さんは店内での撮影が NG なんですけれども、イートインスペースもあってそちらで食べるならいいですよということで、そういうことなんですね。なので今私の後ろにはこのように、メロンパンナちゃんがいるといった状況でございます。後ろで思いっきりウィンクしているメロンパンナちゃんに励まされながら食べてるっていった感じになってますけれども、やっぱりこのチキンカツのサイズ感がそもそも半端じゃないんだよ。調理中にちらっと見えたんですけども、めちゃくちゃでかかったから下の方のカツは割と大切りになってきますね。なのでこうやって、これも楽しみなの、カツカレー食べる時の一個の楽しみ、スプーンでカツカットするみたいな、なんだろうこれワクワクしちゃうやつね。ではガンガン食べていきましょう。いや汗はかいてくるねやっぱりね。ちなみに今ねこういった場所で食べていますけれども、もしもこのスペースの中にちびっこが入ってくる感じだったらすぐどきますから、このエリアにもしもちびっこが入ってきた時点でどきますのでご安心ください。ごちそうさまでした。というわけで食べてまいりましたが、いや秋葉原っていうのは本当に一見そうじゃない感じに思わせといて、実はめちゃくちゃ大胆な盛り具合というメニューがね多い中でも、今回のマウンテン盛り凄まじい迫力ボリューム感
美味しさがそこにありましたので、気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうかっていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ。だから紹介しますけれども、自動車好き投稿者シンさんからのコメントで、自転車のタイヤがパンクしても無視して乗り続けるタイプですか？どういう質問？こんな質問ある？ハジさんって自転車パンクしても乗り続けますとか聞いてくることある？ただ自分の性格を振り返ってみると、確かにこういうさ、これね、ウェットティッシュ入れなんですけども、これね、壊れちゃってんの。本当はこれちゃんとはまってこうパカ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 になるはずものが、ここの部分がね、壊れちゃって、もうね、閉まんない、ちゃんと。だけど無理やりこうガチって締めながらね、使うたんびに外れるんですけど、蓋ごと。でも、なんとかこう、やりくりして、もうすぐ取れちゃうんですけどもね、パチって言っても。なんか使い続けてるっていうのもある。確かに子供の頃はね、自転車とかパンクした時に、ああ、パンクしちゃった。わあ、でも家まで結構距離あるなって言って。乗って帰るっていうのは、これみんなやるんじゃないの？意外と別に漕げばガタ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 進むし、下り坂なんか特に乗っときゃいいじゃんみたいなことになって、自転車屋さんに持って行って、パンクしたら乗っちゃダメだよ、傷口広がってるよって言われること、誰でもあるよね。だからそれタイプとかっていうよりも、これみんなそうでしょ。はやたんさんからのコメントで、ハイジーさん、ステーキ屋さん行くといつもよだれかけしてるけど似合ってるから他のお店でもしてほしいです。あれね、違うの、よだれかけじゃない、勘違いしてる。ハイジーのことをみんなね、何歳だと思ってんのかな。2歳の YouTuber みたいなことに思ってるかもしれませんけども、46、もうすぐ47ですから、紙エプロンだから勘違いしないでください。ただね、似合ってるって言ってくれたことに関してはなぜか嬉しくなった、ありがとう。そしていつもこちらのコメント欄では、京介さんという方がハイジー大喜利劇場と題して、大喜利コーナーをねやってくださっているんですけども、今回京介さんがハイジー大喜利劇場、あきらちゃんさんからのお題、ハイジー3分クッキング、さて今日のメニューは、というお題が出されておりまして、皆様の答えなんですけれども、ビキボボチンブルーさんから、お湯を沸かす、お湯沸かす、それ料理って言い張っていいの？もう 3分くらいか、ちょうど電気ケトルでね、3分くらいでお湯沸くのかな、でちょうどできました、いい湯気ですね、じゃないよ、それ料理じゃない。マイヒ2012さんからのコメントで、ハンニエブロッコリー、時間足んなかったのかな、3分じゃ無理だったのかな、うん、だからさ、3分クッキングって言ってる以上、3分以内にできるものにしなきゃダメだよね。半煮えで、はい、できましたじゃん。できてないんだから。京介さん、本マグロの刺身盛り合わせ、トップを添えて、なんかおしゃれな感じで、フレンチみたいな感じで、波線からのトップを添えてみたいに言ってますけども、トップじゃん。いや、僕大好きですよ。トップ大好きですけども、本マグロと合わせるようなもんじゃないって自分でもちゃんと分かってる。プーさん、豚の角刈りだからさ、これ料理なの？豚の角刈り、角刈りの豚、角刈りの豚、なんかいいね、なんか和服とか着てさ、うん、角刈りで和室で正座してお茶飲んでる豚なのかなだから料理じゃないんだよこれ。ファブル2さん、まず手を洗っていたら3分過ぎる、入念だよね、手めっちゃ汚れてたのかな、めちゃくちゃ手の汚れが取れない、自転車のパンク直してたのかな、パンクしてたのに乗っちゃってたから、噛まず乗っちゃって余計傷口が広がって、だからもう自分で直すしかない、もうこれ怒られちゃった自転車屋さんに、で自分でもう真っ黒になっちゃった手が、今から料理しなきゃ、 3分以内に、どうしよう、3分過ぎちゃったってなるのかな。そして本日のランダムコメントのコーナーでございまして、皆様いつもたくさんのコメントありがとうございます。今日もブワーってやって適当に止まったところのコメントを読んでみようということでございまして、さあ行きましょう。タンタラタンタン、見ないでいくよ、タンタンタカ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 タンタン、ここは、中村敦史さんからのコメントで、エンジンかけっぱなしで車から離れたことを今頃後悔しているでしょうね。何そんなことあった？エンジンかけっぱなしで車から離れてまんま誰かに乗って行かれちゃって呆然としてたっていうシーンありました？そんな報告ありました？いや、僕じゃないです、それ人違い。